アロハー、オリオヘハワイのパイセンです。今私がいるのはクヒオ通りになっています。ワイキキのど真ん中、カラカウア通りを一本山側に入ったところにあるんですね。で、皆さんがよくわかるのが、ワイキキマーケット、フードランド系の、高級、スーパーマーケット。そしてもうちょっと行ってね、左側の方にインターナショナルマーケットプレイスがございます。はい、そちらには、こんなコーヒーパーベイヤーズさんとかですね、美味しいあのペイストリーのお店とか、あとは三つ輪あのスーパーマーケットも入っています。まあ、こういう立地なんですけれどもね、反対側に歩いていくと、動物園まで、まっすぐ行かれます。でね、カパフルの、ちょっとねローカルの、街並みのところにも行かれたりします。はい、そしてね、これね、ここ本当に便利なんですけど、ここにめっちゃ大きい ABC ストアがあるじゃないですか。でもうちょっと行ったら散歩にぴったりな、アラワイ運河、そのね横を、朝ちょっと歩いてみたりというのも通の方はねやられてるみたいですけれども、ではちょっとね道を渡りたいと思います。で皆さん、こちらですよ、このお花ワイキキイーストホテル、下にピザのめっちゃ美味しいお店アペティートがございます。こちらね、もう本当にね毎日人気でね、お客さんがねお店から溢れ出るぐらいのお客さんがいつもいっぱいしてるんですよ。あ、ちなみにね、見てくださいよ、ハイバスもね、アラモアナルートがねぐるーっとワイキキ一周していくんで、すぐそこのワイキキマーケットの向こう側にバス停があるので、降りたらインターナショナルマーケットプレイスにすぐ行かれます。はい、そうしたら今日はもう重大発表ですよ。これね、お花ワイキキ、イーストさん、お花イーストの愛称で、今までね愛されている人気ホテル、なんか私にとってはこのここら辺はワイキキの東側なんですよ。なんか東側のなんかリーダーみたいな感じの結構皆さんに愛されているホテルなんですよね。そちらがなんとね、前ちょっとお伝えしたと思うんですけど、9月に、リニューアルをするということだったんで、ちょっと今日見に来たんですよね。そしたらもうね、やばいんです、やばい、これこれ見て皆さん、こんななんか柱が立って、ここに車寄せがはーってきて、なんかもう昔のあの入り口の感覚がもう全くもう分かんなくなっちゃって、私ここはどこみたいになっちゃいます。ありあり、ね、1階の方にまず行くんですけれども、ご覧ください、壁にはこういった素敵な、壁画が描かれています。まあ、もう絶対ここで写真撮ろうよみたいな感じですよね。で中入っていきますと、いやー、なんかちょっとくつろげるね、なんか車のお迎えなんかちょっと待ちましょうみたいな感じになってるんですけど、まあ、今まだちょっと工事してるからね、こんな感じです。じゃあ皆さん一緒にちょっと登っていってみましょうよ。いやー、なんか素敵だね、このなんかハワイの模様で。ね、さっきお見せしたんですけど、まあ、階段登れないというか足痛いですよみたいな、今日私もちょっと足痛いんですけどね、エレベーターありますから、スーツケースとかでねもちろん登ってこれないのでエレベーターを使ってください。でもここからもうすぐ上がってこれます。そうしますとじゃじゃーん、2階に到着です。なんかこちらフロントです。昔も前もね、ここ2階にフロントあったんですけど、いや、もう前と全然違う。来たことある人はもうこれに驚きます。いやー、もう今日はね、お花イーストのあさりさんにすごく感謝です。今日このまだリニューアルオープン前の準備ですけど、見せていただけることになりました。いやー、素敵素敵。ファニチャーがね、おしゃれですよね。
これはどうですか。いやこの開け放たれた、開放感すごい。まだねなんかあの家具の新しい香りがしてあのすごくいい感じです。めっちゃ映えませんもんこれ。ハワイですよ、ハワイ高級感。いやなんか自分の家がこうだったらいいのにな。はい、なんかくつろいでばっかりもいられないので、次に行ってみたいと思います。そうしましたらぐるっと回ってきて、まあ、分かりやすいですよね、フロントで。多分客室はあちらのエレベーターから上に上がっていくっていう、仕様になっているかと思います。はい、こちら、フロントになっていますね。まあ、昔のフロントともね全然違うくって、まあ、おしゃれな感じですよね。後ろのまたあのアートが素敵ですよね。はい、でこちらもねちょっと腰掛けて、ゆったりと、あのチェックインをね待ってたりとかそういうことができそうですね。はい、でこちらの方にエレベーターとなっています。あれあれ、至る所にこういったちょっとね映えなおしゃれなファニチャーが置かれてるんですよ。もうぜひ写真をここで撮りたいっていう感じです。でねちょっと向かいの方にも行ってみましょう。いかがですかこの素敵な空間。いやとても落ち着くしインテリアですね。なんかインテリアにすごくこだわりがあって気持ちがいいです。はい、こちら今17階です。ん？あら、なんかね廊下がすごいめっちゃいい匂いする。あ、これ皆さんあのねハワイのお花でピカケっていうお花あるんですけど、あの全くそのニオフレグランスの香りがしてすごいあの廊下中がめっちゃ今いい匂いしてるんですよ。あのこれはあのお花椅子さんがあのローカルのカンパニーのこういったあのフレグランスのね、販売されてるところから、オリジナルをこちらの方で使われてるということなんですね。もうめちゃくちゃ気分がテンション上がります、ハワイって感じで。はい、いや19階の、こちらもスイートルームにやってきました。こちらは、マイスタイルでも販売している、ワンベッドルームの、パーシャルオーシャンビューのお部屋となります。はい、行ってみましょう。失礼します。わ、あら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 、広っ。わあ、広いですね。まずあのダイニングテーブルがあります。そしてミニキッチン、あの電子レンジ、冷蔵庫、ミニシンク等々、あの少しねあのお食事などをあの準備するときにすごくあの役に立ちそうなあのミニキッチンになっていますね。はい、でこちらで家族でねお食事とかしたいですよね。であと子供ちゃんたちはこちらの、これねソファーベッドだからまたここで2人ね寝られますよ。大人もいけるんじゃないかな。でここでまあ子供ちゃんがゲームしたりビデオ見たりとか、なんか結構家族団らんなイメージがこの部屋します。そしてもう広いんですよとにかく。もうこちらの方にはもちろん、こういうふうに、ラナインとなってまして、椅子が2つで、向こうの寝室の前にも椅子が2つありまして、さすがにね19階なので、これがもう海がねなんか結構目の前に見えて、ワイキキビーチのね砂も見えるぐらい、近いです。でサーフィンしてる人がね見えますね。でダイヤモンドヘッドもやっぱ高速階から見ると角度が全然違うっていう感じで、なんかねすごく
また違った雰囲気になっています。さあ、まあ、やっぱりね、あのファニチャーの色はあのアウトリガーさんらしくブルーが基調というか、お部屋もねなんかちょっとあの紺色というか落ち着いた色でまとめられているんですよね。いやー、このお部屋またね、なんとなくあの天井も高くて、広々とします。それからこちら、なんとバスタブがあります。はい、まあね、小さいお子様があのいるとこういうのはあのすごく助かると思うのですが、はい、こんな感じで寝室とリビングルームを分けて使えるのがあのすごくあの使い勝手があるのかなというふうに思います。いやー、なんかね、少しね、なんかホテルでものホテルの雰囲気ももちろんあるんですけれども、あのなんかちょっと誰かのお家に来たみたいな、そんなあの印象もあります。で、今日はこちら、919の、ワイキキシティビュー、そして、ベッドが2つのお部屋に、お邪魔したいと思います。はい、失礼します。わー、わ、すごっ。わー、これ、あのいかがですか、こちらのお部屋。あのホテルの方にちょっとお伺いしたんですけど、以前のホテルの部屋とはもう全く違うそうです。私もね、あの前回来たことがなかったんですけれども、あのとても広々として、美しくて綺麗なお部屋だなと思います。あの多分スーツケース広げても全然2個ぐらい広げられますね。ここでスペースが十分あり余ってます。はい、じゃじゃーん。はい、ラナイ付きですね、ここのお部屋は。ここに座って、ビールなんか飲みながらね。あ、ちょっと今山も見えますよ。あそこのマノアの山と谷がすごく綺麗に青々と見えて、あと、ダイヤモンドヘッドもちょっと見えますね。ベッドの向かい側には、椅子とテーブルがありまして、まあ、何かとね使いやすくなっています。でアートが、まあ、こちら多分ジャック・ソーレイさんですよね、ハワイのアーティストさんの絵があったり、こちらベッドの背面の方にもあのいろんなアーティストさんの絵が飾られていて、まあなんかハワイ一色みたいな感じで、すごく素敵です。高級感ありますね。はい、で、こちらは冷蔵庫と金庫がございます。はい、でここはねさっき見たんですけど全部収納でした。大きいんですよ。それからちょっと気になるトイレなんですけれども、ここすごいんですよ。もうびっくりした。まず入りますと、皆さんこれ見て、化粧できますよ。これあの女優ミラーがついてまして、すごくないですかこれ。いやーすごい。で、こちらアメニティが、キューリグのコーヒーですね。でハワイアンローストとかティーもねあります。で、氷入れ、カップなどなど、あとコーヒー、いろいろなものちゃんと入ってます。でこちらの方にもあの収納がありまして、まあ、カバンも置けますしね、あのお洋服かけたりとか便利に使えます。そしてこっからがまたすごいんですよ。ご覧ください、この、バスルーム、この明るい洗面台、すごく使いやすくいい感じになっていまして、タオルとドライヤーが入ってます。
はい、でこちらトイレなんですけれども、トイレね、トイレがありまして、でシャワールームなんですよ。これがすごいんですけど、あのこの頭の上からさ、あのやるやつ、シャワーと、もう一つちゃんとハンドシャワーもついてます。これポイント高いですよね。ねえ、あのさ、今アウトリガーって、もうアウトリガービーチホテル、アウトリガービーチコマ、アウトリガーリーフ、お花イーストとか、たくさんねホテルのこう、あのなんていうんですか、グループホテルですけど、元はこちらの方が創設者ということで、アウトリガーを作った方、ロイさんとエステルさんがこれを始めたということでね、こちらに敬意を付与して記念撮影ができるようになってますね。面白い。はい、こちら、ワンベッドルーム、眺め指定なしのお部屋になっております。早速行ってみましょう。お、開けると同時にまずベッドルームが、うわー、これ結構あのやっぱり独立したベッドルームがあるっていうのがすごく高級感ありますね。あのベッドルームにも窓がついてまして、まあね、あのすごく明るいんですよ。まあ、あのぐっすり休みたい時はもうこの遮光カーテンで仕切ればね、あのちゃんと暗くなります。そして、収納、こちらにドーンと、金庫があります。でこのめっちゃでっかいテレビと、あと収納ね、こちらにあの引き出しもついてます。はい。で、こちらに出てきましたら、こちらリビングスペースとなっております。あらあら、なんかお家みたいです。なんかあのおしゃれなハワイのあのどなたかのお家に来たみたいになってます。なんでかっていうと、なんかこの窓の感じとか。あとこのキッチンがね、あのミニキッチンですかね、ミニバータイプのキッチンがあのついてます。冷蔵庫も少し大きめですね、こちらは。わあ、これはあの結構いろいろ入ります。入るタイプの冷蔵庫で、電子レンジ、先ほどと同じコーヒーメーカー、それからあのシンクついてるね、これすごい。いやいやいや、はい、そうしましたらあのテーブル椅子ですね。そっから、あ、こちらは多分これソファーベッドになってるんじゃないかなと思われます。そうしますと定員はあの2人2人で4人かなという感じなんですけれども、またね、絵になるこの空間というか、あのインテリアです。でこちらは眺めの指定がなしというんですけれども、あの本当に、先ほどと同じあの窓からね、少し海が見えたりするっていう。ありあり。はい、それではプールに行ってみたいと思います。プールへはこんな感じでね、ちょっと上に上がっていく感じになります。こちら、宿泊者専用なんでね、鍵でピッと開けまして、はい、プールにやってきました。こちらね、中2階というか、1階ではないんですよ。ロビー階の上の方に位置してまして、ご覧の通り、青空の下でね、なんかいかにもプール、ホテルのプールみたいな感じで、あとジャグジーもありまして、カバナとか、あと嬉しいのがあのこのパラソルがねあって、結構あのこのビーチチェアもたくさんあるので、ゆったりと陣取って一日遊べそうな感じがします。はい、結構本格的なジムがプールのそばに設置されています。こちらトレッドミルなんですけど、
見たらなんかこんな感じのパネルがついてて、ハイテク最新な感じですごいなと思いました。それからこちらの方には、ウォーターディスペンサーがございます。いつでもね、自分のボトル持ってきて水をどんだけたくさん飲んでも大丈夫です。はい、ありあり。はい、そして、今日ね一番お伝えしたかったのはなんと私たちの愛するお花ワイキキイーストなんですけれども、この後リニューアルしましたら、ホテル名が変わります。ホテル名は新しくアウトリガーワイキキパラダイスホテルです。皆さんパラダイスってすごい覚えやすいですね。本当にパラダイスのようなホテルなので、ぜひ皆さん予約して泊まりに来てみてください。この動画が面白かった、役に立ったという方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また動画で会いましょう。アロハマハロー。